グーテンモルゲン、皆さんおはようございます。アフンディでございます。さあ今回もクーロンズゲートチャプター16、音楽を集めてやっていきましょう。前回ね、ティントンシアターに入ってですね、雰囲気のある3階、副調整室まで来たところでね、ちょっとね、私の体調が、ティントンシアターの邪気にやられてゲボ吐きながらやってたんでね、はい、一旦休憩ということでね、録画来たんですけど、はい、その続きからやっていきますよ。今はね、ティントンシアター地下1階まで降りて、ハニーレイデンに流進路地下1階行って、おがくずをもらいに行くところからですね、どうやらね、封印石はおがくずじゃないとね、どうしようもできないみたいなので、封印石をなんとかして、ティントンシアターのね、風水をね、そう、風水師なんだよ俺は。風水をなんとかしなきゃいけない。はい、じゃあプレイする前に、恒例の、ちょっと買ったもの紹介ですね。こちら見てください。クーロンヨーマ学園記。なんかね、まあ、どういうゲームか全くわからないですけど、なんか、そう、ブックオフでね、なんか、クーロンだし、なんかちょっと雰囲気良さそうだなと思ってね、ちょ買ってみた、これ。真実を探し出せって書いてあるね、これ。これね、どうやらね、舞台はね、東京なのかな、これ2004年東京から新宿とか書いてるから、ちょっと、ね、気になるんで買ってみました。はい、あともう一本。これわかるの映っちゃう、俺が。これわかります？これは、太陽の尻尾っていうゲームなんですけど、これも奇芸ですね。奇芸、太陽の尻尾です。はい。そんなこんなで、この辺にして、ね、ハニーレイディまでね、楽器庫の方にはもう用はない。1階まで、舞台を伝って来てって言われたね。ホイタバ行きますか？グイリー出てきた。ここ1階のグイ、1階にこれさ、倒してないグイリーおったんだけどさ、これどっかの扉開くかな。これどっか開いたかな。閉じてんだよな。ここの扉とかどう？地下だよ。あ、来た来た来た。うわ、めっちゃ迷った。ハニーレディ、ステージ地下からか。舞台の真下にモーター室があったはずだけど、舞台の真下にここからじゃいけないね。うんうんうん、一旦表に出るかい？そう、送電盤男っていう3階に鉄と、モーター男ってやつがこの舞台を動かしてるんですね。一旦表に出るかいってことは、クーロン、そうそう、あのさ、流進録からもさ、なんか鍵かかってたけど、出された。流進録、あ、流進録地下出してくれた、ハニーレディ。そう、なんだっけ、ブロマイド屋でおがくずを購入くれんのかな。こっちは鍵かかってます。流進路地下だね。このブロマイド、ここがブロマイドかな。このブロマイドは誰が来るんだ。兄高い、あ、ボイスがついてる。ベロニ高い、あんたのお気に入りはどのタイプかね。今夜もレビューが楽しみだよ。ブロマイドやってなんか隠語か。ちょっとこいつもなんかヤバそうだぞ。あんたもどう？こんなの持って行ってやったら、96年にもレビューっていう言葉がある。あんたたち喜ぶよ。なんかあれかな、なんつうの、売春ビジネスの斡旋してるとこかな。あ、おがくずもらった。パン粉みたいだね。さっきまでおがくずは4袋あったのに、はい、一つしかないよ。わ、意味深なこと言ってるこのババア。一体どこに消えたんだい。まあ足りない分はまた劇場の中で見つけることだね。兄たもそうやって集めた。すなわち、え、一袋のおがくずじゃどうもできないのか。封印石っちゅうのがあんねんけど、もう一回話しかけてみようか。そうだね。あ、はいはいはい、
イケメンやね、これ。え、いいね、この雰囲気。じゃあ、またティントンシアターに戻ればいいってことかな？ここの鍵って多分あれだよね。流進路の上に繋がってるやつだよね。鍵がかかっています。こっちは？便所やん。通れません。通れませんってことは、いずれ通ること、ことが、時が来るんじゃないのか？え？徳利会館入り口。あ、また。ティントン。ステージ地下。ここな？はいはいはい。じゃあ、このまま、この舞台を使って、さ、なんかモーター室の送電とか、なんか言ってたね。地下からは入れないっつってね。3階行って、でんでられん、でんでんやられん、やばんでられん。3階行くやん。で、雰囲気のとこ行きましょうか。さあ、こいつが送電盤男ですね。送電盤っつうのはあれかな？あ、なんでもない。ベロニカ。ベロニカは水銀屋の妹。で、なんか、水銀塗ったら死んじゃったんだね。ティントンで一番綺麗な踊り子だったよ。歌が好きで、踊りが好きで。はい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 、思い出してきた。そして彼女は楽器になってしまった。彼女は万人になった時、自分で心と体をバラバラに引き裂いた。どうやって引き裂いたかだって。そんなことは知らないね。でも引き裂かれた彼女はワニですら亡くなってもっと遠いところへ行ってしまった。楽器庫の奴らあれみんな集めたらベロニカになるのかな。あんたが倉庫で見たのはかつて彼女だった。かつて彼女だった楽器の一部さ。なんかちょっと言い方えぐいな。今でもその楽器はベロニカの好きだった曲をちゃんと覚えてたろ。テンテラレンテンテンテラレンテンってやつかな。楽器は忘れないんだ。へえ。なんか意味深なこと言ってら。セーブ書くか。お、え、チャプター2個進んでんだけど、俺。さっきチャプター16だったのにさ。じゃあれか、ブロマイド行くとこがなんかチャプターあったんだね。でもあそこでセーブかけないからわかんないみたいな。では、チャプター18、最初の雰囲気もやっていきましょうか。最初の雰囲気ってことは、なんか雰囲気いっぱいあるやんけ。そっか、そっか、ブロマイドもさ、おかしいね。さっきまでおがくずは4袋あったのにね、ってことは、4個あるやんけ、雰囲気。俺。じゃあ、おがくず使ってみましょうか。おがくずがどのように作用して、てかさ、この、あ、俺ガラージュの時もこれ同じこと言ったと思うんだけどさ、この世界ってなんか太陽がないよな。太陽がないからさ、その、木がないわけで、な？こっち行けないね。おがくずとかって貴重なんだろうね、きっとね。お、ハニーレイディーが来た。石の一つはこれで OK ね。石の一つ。でもまだ気脈が完全じゃないところを見ると、他の石には別なグイリーが取り付いている可能性もある、ね。なるほど。だってまだ地下のさ、ワンニンの扉も行ってないしね。私ちょっと気になることがある。はい。だからあなた先に戻っていて。うん。ダクレイホールの前までなら。ダクレイホールって読むんだ。いいね。はい、了解です。何やらハニーレディも忙しそうですね。お、ここに降ろされたか。ほいだわ。な、そこのさ、この断章弁のさ、通れませんってなってたとこ。俺、あそこからなんか違うディスクのさ、街行くんじゃないかなって踏んでんだけど、俺の見立てどう？だってさ、チツバメの住んどっきもさ、なんかそんな感じだったじゃん。通れないとこをさ、行ってたじゃん。いや、ブロマイドや。おがくず使ってきたけど、お前どう？あんた、惜しかったね。はい、はい、はいはいはい。今夜のレビューに。これレビューって何？あんたは出られない。出られない。出られないけど、レビューはなんか舞台みたいなことかな、ね、とこかな。本当にいい子なのよ。あんたはいい子。俺も嫌いじゃないよ、アニタ。はい。私はね、踊り子たちの中で、うん、アニタが一番気に入ってるんだ。
踊り子、なんか踊り子を斡旋する業者なのかな、ブロマイドやって。本名はついちゃん、お前そんなプラ、なんかプライベートなことまで言っていいのか。心の中までまるっきりね、うん、そうだよね。なんかでもちょっとさ、喋り方とかオカマっぽく、なんかこれ言い方良くないかもしれないけど、オカマっぽかったもんな。でもオカマってさ、オカマ、なんかオカマっていうのやめっか。あのそのなんつうの、 LGBT、なんかあんまこの話題したくねえや。なんかさ、 LGBT の人ってさ、自分が男性、例えばね、男性だったからだったらさ、その女性に なろうとするからさ、女性よりも女性らしいんだよな、なんかな。俺友達に一人いるんだけど、 LGBT の子、女性より女性になろうと、でも女性になろうとしないと女性になれないわけだからさ、この女性になろうって、なんか何気に今ボタン押したけど鍵開いたわ。あ、でここからいつでもね、あのダクレホールの方、行き来できるってことな。了解了解。じゃあちょっとまた地域住民に話を聞きに行くパートですね。物語シリーズ俺好きなんだけど、怪奇練習も言ってたよね、偽物の価値について。本物になろうとするから本物よりも価値があるみたいなこと言ってたね。まあ、そんなことはいいんだよ、みんなに話聞きに行きましょうか。まずはこいつだ。古い劇場には行ってみたかい。昔はいつも人で溢れ返ってたのに今は捨てられてる。古い劇場ってどこだろう。あんた宛にメール、あ、オッケー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 。画面が乱れてた。また双子屋がなんか悪さしてんのか。さてメールですね。誰からやろう。リッチ、あ、リッチやん。うわー、文字化け。おい、聞こえるか、読めるか。俺だ、リッチだ。シャオヘンにはあったのか。あったな。もうそう、シャオヘンのこと忘れてた。 あいつ陰陽師にそのかれて、あんたを追いかけて流進路に入ったそうじゃないか。え、俺はシャオヘンを追いかけて流進路に入ったんだよ。あー、なんか食い違ってんな。しかし陰陽師の肝心なとこは通信感、そういうとこやで。え、でも俺はさ、ゲームキッズだっけ、あいつにはさ、シャオヘイはあっち行ったよって言われて、俺こっち来たんだけど、ツバミの巣の路地から。え、でもさ、シャオヘイはシャオヘイであれだよね、シャ先生と一緒に来てるはずだ、流進路には。あ、てかあれだわ、チャプター進んでるわ、超級ラバンだって。なんでそのね、問題はないと踏んでいたんだが、どうやらなんか訳ありのようですね。やっていきましょうか。どうも、この町以外にも雰囲気があるんじゃないかい。私はそんな気がしてならないよ、この町以外にもね。なるほど。ほら、あ、そうだ、こいつにアブコ男の目渡したの忘れてた。綺麗に洗っといてからね。これを持ってると古い扉も、あそこの扉開くんじゃねえのか、これ、光明の目で。目玉は壁みたいになってる扉。そんな扉みたいな前では、そんな扉ね、いっぱいあったわ。それから、人に使うと13回ピンポイントすぎないか。誰にも使ってもいいけど、見抜けるのは13回だけ。使ってみて。うわ、でもラストエリクサー症候群出る、これ。あ、兄とおる、兄とおる。お前の守備はどうだ、うまくいってるかい。これが兄のラバン。はい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 。あ、ラバンね、探してくるって言ったね。あなたに使ってもらう日を待っていたかのようよ。兄はご存命ですか、兄さんの。やがて風水は現れる。はい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 。兄が残した言葉よ。なるほどね、風水正すんじゃなくて現れるんですね。人間は一人一人が小さな器。能動受動的なものなのかな。その器に生きる目的を与える力がきっとどこかにある。了解。このお前のよう、あの前髪のあの2本ピョンピョンって出てるのがな、最高に可愛いんだ。ねえ、シャオヘイさんには会ったの。会ってない会ってない会ってない。まさか彼女劇場に入ったんじゃないでしょうね。劇場の中は仕掛けだらけ。劇場の中は仕掛けだらけ。劇場ってさ、ピンポンシアターのことだよね。シャオヘイさんは捕らえられたかもしれない。マジで劇場の中のこと、伝統屋、伝統屋、オッケーオッケー。伝統屋なんかおったか。あ、伝統屋ここか、こいつか。あんた知ってるだろ、劇場には地下からも入ることができる。だ、ただちょいとコツがいるのよ。この3色の電球を持っていくといい。これはね、あの扉の人に、オッケーオッケー、あの扉の人にね、オッケーオッケーオッケー。光の口ってみんな呼んでるんだけど、元は劇場の照明係だった人だよ。ダクレイホールの地下2階だよ。
赤い扉には赤い電気、わかるね、うん、赤電気を入手しました。青電気を入手しました。あー、なんかいっぱいくれら。よし、さあ、マジでありがとう。ほいだば、もう一回地下行って、あのダクレホールからフートン入っていきましょうか。ここはいろんな病が流行っているから、うん、用心しない。いろんな病、さっきもベロニカがやって、あれベロニカがやってきて、さっきベロニカってもう死んでるんじゃないの。だってベロニカってあれだよ、楽器庫で楽器になってなっちゃったんでしょ、ワンに。でもさ、でもそれでも、まあ水銀庵が言うには水銀庵塗ったくったみたいな、違う、油屋か。それはあれじゃないか、の衣装がちゃんと着られない、水銀庵塗ったくってるからじゃないか。しまいには涙ぐんでね、うん、ダメだ。ベロニカは一日だって舞台に穴を開けたことはないんだよ。ベロニカね、怖えな。なんかさ、そういえばさ、この世界の住人に病院は、医者はいるのかな。医者に出会ってないんだけど、今までなんとか屋とかそういうやつらはいっぱい見てきてるけど、そんなこんなでふと入れんのかな、これ。お、入れる入れる。それではアウフィダゼン、次回はキントンシアター完全攻略いきましょう。お相手はアフンティでした。バイバーイ。